なで大きな声であせちゃんって言ってください。せーの、あせちゃん。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。 SQT のあさちゃんこと山崎あさかです。よろしくお願いします。ということで、あ、暑いですね。いっぱい汗かいてるので風邪ひかないでね。ということで、ゆみちゃん、はい、マイラビッツって2人だよね。そうなんです。今日は私1人なんですけどね、その相方のみゆゆっていう子がね、いるの、ピンクのついてる子がいるんだけどね。そうだね。今日はね、受験勉強とかそういう、なんだろう、あの受験シーズンだからね、今ちょっとお休みしちゃってて、そうだね、また2人にするステージとかもあるんで、で岡山でやってるんでよかったら来てください。はい、そうですね。で SQT は、はい、もう2人じゃん。そうなの。私今日どうしたの。はい、2人のグループで SQT っていうのをやってるんですけど、実の姉妹ユニットなんですけど、なんか妹ちゃんが実はちょっと今日から修学旅行で海外に行ってしまうので、私は一人ぼっちということでちょっと今日は入れてもらいました。皆さん SQT とマイラビッツ2人組のユニットなので、皆さんね、ホームページもツイッターもちゃんとチェックしてください。お願いします。お願いします。そうだ、今踊ってるじゃん。ご当地、あの、あれだよ、ご当地巡り、岡山編でしょ。うん、そう、それ今やってるんだけどね。そうだよ。今 SKT がね、そのご当地アイドルの東京のやつあるじゃん。あ、そうなの。実は SKT 今あの UMU アワードっていうご当地のアイドル一番決めるやつをやってるんですけど、よかったら SQT に投票してもらって、あの動画もあるんですけど、その再生回数がね、決勝戦にあのいけるかどうか関わってくるみたいなので、いっぱい SQT の動画を見てもらえたらすごい嬉しいなって思います。はい、はい、そう、詳しくはね、あの SQT さんのツイッターとかにね、はい、その動画とかを見れるようにね、簡単に見れるようにしてるから、SQT ツイッターって検索したらね、簡単にポッと出てきちゃうからね、検索してみてください。はい、マイラビッツもお忘れなく、お忘れなく、今だけなんでね、大切です。はい、そして今日はですね、岡山の秘密を、秘密？岡山の魅力を皆さんにお伝えしようと思いまして、ね、さっきは一部ではちょっと岡山の美味しいご飯みたいな食べ物、スイーツとか、そうそう、についてお話ししたんだけど、うん、ちょっとね、次はおすすめの場所とかお話ししたいよ ね。ゆみちゃんがおすすめの場所ってどこ。私はね、うん、岡山イコール倉敷だと思うの。うん、わかる。倉敷いいよね。私はね、岡山イコール倉敷の、私もね、倉敷の人だから、倉敷の美観地区っていうね、綺麗なとこがあるんだけどね、そこの倉敷の美観地区で、ね、の川とかで結婚式があるんですよ。船の上で見たことある。結婚式とかしたり、すごいね、あれ流れてくるの。そうなの、素敵だよね。あれもいいよね。そうで、美観地区ってさ、なんか時代がタイムスリップみたいな、なんかした感じになるの。なんか白壁の建物があったり、うん、すごいね、タイムスリップした気持ちになれるので、そこおすすめだよね、ゆみちゃんね。朝はね、ワシューザンハイランドっていうあの、ね、遊園地があるんだけど、あそこ行ったらもうね、一瞬でサンバ踊らさせられるよ。そうだよね。巻き込まれるの、なんか、ね、私もね、巻き込まれた。巻き込まれた。そうだよね。サンバのお姉さんたちみたいな、一緒に踊って帰った。だよね、うん、あれも楽しいから、よかったらみんなサンバ踊りに来てくださいね。OK? ちょっと伝わった魅力。結構ね、すごい素敵な場所がいっぱいあるし、あの、ね、はい、本当にきびだんごとかいっぱい美味しいものもたくさんあるので、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、はい、ということで、そう、大事なのが SQT はあの毎月第3日曜日に倉敷で定期ライブもしてるから、はい、それを見にでもいいんだよ、うん、見に来てください。倉敷駅から近いんでね、はい、徒歩10分なんで、はい、すぐ来れるんで、マイラビも行くんで、うん、ぜひ来てください。来てくれるので、よかったらそっちもチェックしてください。はい、はい、ということで、じゃあちょっとせっかくなので、そうですね、一人ぼっちなんですけど歌いたいと思います。皆さんよかったら聴いてください。寒いですけど、皆さん盛り上がってポカポカあったかくなりましょう。それでは聴いてください。 SQT でチャンスの神様。Let's go!
とライラビッツと SKT とリトルスターなんですけど、はい、みんな覚えてくれたかな。覚えてますかみんな。ちょっと練習する。どっちがどうなのか分かんないでしょ。終わっちゃってるから。じゃあ今度ね、ついてるのサンタクロースは誰だ。私よ。ありがとう。そうです。じゃあこの子は誰だ。ゆうみみ。ちょっと待って、ちょっと待って。ありがとうございます。この可愛い2人がトルスターです。覚えた。覚えましたか。なんかいい感じみたいだね。SQT は、SQT じゃなくて間違った、私たちこの4人はですね、はい、葉山からやってきたんですけれども、はい、お土産持ってきました。イエーイ。欲しい。知ってます。これきびだんごって言うんですけどね。そう、これをね、キャッチしちゃうとなんと SQT のキャラに、SQT 4人のキャラになっちゃいます。そうなんですよ。そう、やだ。すごいいいことだよ、それってね。だってあっちのね、物販でね、来てくれたら最高に嬉しいよね。そうだよね。あとで物販あるので、ぜひぜひ会いに来てください。はい、ということでキャッチしてくださいね。じゃあ、みんな前に来て。いくよ、せーの、えい。ほら、めっちゃいった。あー、落ちちゃった。キャラになった人よろしくね。なってない人もよろしくね。ありがとうございます。ということで、今日はですね、私たち4人のホームページを開いていただいて、はい、ね、名前を覚えてもらって、また次、はい、いつかイベントがたくさんあるので、それにも会いに来ていただけたら最高に嬉しいと思います。はい、はい、ということで、珍しいこの4人でのコラボを聞いていただきたいと思います。最後は岡山県のご当地ソングです。それでは聞いてください。ボッケー岡山。Oh, no.
ということで、以上、また私たち未来へ輝くリトルスターと私たち明日の元気をあなたにお届け、マイラビッツギュビと SKT のあさちゃんこと山崎あさか。